アイテム番号。SCP-532JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。実験用として確保した SCP-532JP はサイト81の標準型水生生物用水槽で飼育されています。水温は15度を維持し、不必要な SCP-532JP の肥大を防いでください。万が一温度管理の異常等で個体が増えすぎた場合は SCP-532JP-1 の発生及び爆発を防ぐため SCP-532JP を水ごと汲み出し、液体窒素で凍結させてから破砕処分してください。SCP-532JP-1 について研究を行う場合、SCP-532JP を含む水4リットルを対象劇収容室に移送した後に、水温25度を維持し SCP-532JP に十分な光を照射し続けて SCP-532JP-1 個体を得てください。なお SCP-532JP-1 の収容室内の温度と湿度はそれぞれ28度、80% を維持してください。サイト81では現在3体の SCP-532JP-1 を記録用に収容し対話と監視を行っています。未収容の SCP-532JP の生息が確認された湖には観測所が設けられています。現在日本国内に3カ所、ロシアに1カ所の生息地が確認されています。青森県の湖に出現する SCP-532JP-1 は人間に対して危を有しており危険であるため収容が認められています。爆発、誘爆の恐れがあるため収容の際は十分な距離を取り、爆発の衝撃に耐えられる装備を使用してください。口述の保育から SCP-532JP-1 の収容や攻撃は現在財団と友好な関係を保っている SCP-532JP-1 との関係を悪化させ、さらなる他の SCP-532JP-1 の敵対的反応を引き起こす可能性があると推測されています。敵対的な SCP-532JP-1 が出現した場合、不発弾の解体を理由として近隣の住民などを避難させ、SCP-532JP-1 を対象撃コンテナまで誘導し封じ込めてください。この時、対話が可能であれば全て音声記録として保存します。敵対的な反応が続く場合はコンテナ内の温度と湿度をそれぞれ40度、30% に設定し、SCP-532JP-1 の自爆を促します。説明。SCP-532JP はマリモの球状集合体に酷似した細胞群体です。SCP-532JP を構成する細胞は100個から5000個ほどと見られ、SCP-532JP の大きさは直径数100ミューメートルから5センチメートルと様々です。各細胞からは細胞液を貫通する形で細胞質からはみ取り体を含んだ数本から十数本のムチ毛が生えています。SCP-532JP は年に数回の無償生殖を行うほか、環境悪化時には有性生殖による繁殖を行います。大型の細胞群体同様、細胞同士の連結が大きく開かれた場合は自然環境下で生存することができなくなりますが、完全な状態の SCP-532JP は数十年にわたり生存が可能です。SCP-532JP は周囲の水温が25度前後、かつ日光照射量が十分な状態が2週間ほど継続した場合に異常性を発現させます。SCP-532JP が戦術の状況に置かれると爆発的な速度で無償生殖を行いその数を増殖させ、それと同時に SCP-532JP は生息環境の広さに関わらず自身の大きさを肥大化させます。実験では、40cm×30cm×30cm の水槽内において、SCP-532JP 個体は直径 30cm までに肥大しました。ある程度肥大化した SCP-532JP 個体は適当な大きさの他の SCP-532JP 個体と細胞間同士の連結を行い、体長 150cm ほどの人型の形状を取るようになります。この状態を SCP-532JP-1 と呼ぶ。SCP-532JP-1 は人間と同等の知能を持ち、言語によるコミュニケーションを行うほか、独自の文化を有します。加えて、学習能力も高く人間の文化や道具の使い方を理解することが可能です。また、1から十数の、固死した細胞で形成されていると見られる装飾品をどの個体も身につけています。財団収容下で実験により誕生した SCP-532JP-1 は人間に対して友好的な感情を抱いていますが、これが SCP-532JP の本心からの意思なのかどうかは不明です。
財団では SCP-532-JP-1 の言語の翻訳作業が行われており、現在までにおよそ8割の言語が解明されています。SCP-532-JP-1 の内部の間隙には高濃度の酸素と細胞の死骸から生成された可燃性の液体が充填されており、高温乾燥や強い衝撃、ストレスなどで爆発します。また、SCP-532-JP-1 の意思によって自爆することも可能です。その威力は SCP-532-JP-1 ごとによって異なりますが、生存期間の長い SCP-532-JP-1 ほど爆発の威力が高くなる傾向があります。爆発後の SCP-532-JP-1 は SCP-532-JP 同様、細胞間の連絡が途切れたことで死亡します。SCP-532-JP は1957年にその存在が認識されました。財団は3年にわたり SCP-532-JP の存在を追跡し、1960年に最初の SCP-532-JP-1 を確保。その後の研究で SCP-532-JP が水生細胞群体であることを突き止めました。財団は1985年までに SCP-532-JP の生息が確認された湖に観測所を建設し、現在の収容体制がほぼ確立しました。後述する2003年の事件以降、水温が高くなる時期には青森県、湖の観測所には常に使用人数の機動部隊が在中しているほか、各地の観測所に1名の交渉術に長けたエージェントが配属されます。以下は SCP-532-JP-1 の思想、知性の分析のために行われたインタビュー記録です。対象、SCP-532-JP-1-1 インタビュアー、佐賀江博士。不機、SCP-532-JP-1-1 の予期せぬ爆発を防ぐため、SCP-532-JP-1-1 を対象劇収容室に収容し、インタビューはマイク越しに行われました。また、互いの会話は翻訳機器を通して行われています。佐賀江博士、SCP-532-JP-1-1 聞こえているかい？今日は色々聞きたいことがあるんだ。SCP-532-JP-1-1 はい、聞こえています。なんなりと。佐賀江博士、ふむ、じゃあまず、あなた自身のことについて何か話してくれないだろうか。SCP-532-JP-1-1 はい。私たちは、みなそこの研究の核、もつれれる連綿の平ら、翻訳不能、タロ、ビゴル、にしてさらの見過ごしの嘆かれる君に命を捧げることを誓ったものです。昔の名前はもう捨ててしまいました。今ではあなたたちから SCP-532-JP-1 と呼ばれていますが、私自身、昔は君のご旗につきその崇高な世界を実現するために東奔西走したものです。しかしながら、君の力は日に日に弱まってしまい、今私たちが賜ることのできる加護のしがるご一の羽毛の一辺ほどの重さもなくなってしまいました。君は。佐賀江博士、ちょっと待ってくれないか。君とは ?SCP-532-JP-1-1 あ。佐賀江博士、聞いてはまずい質問だったかな。SCP-532-JP-1-1 いえ、ただ、今のあなたたちに説明しても詳しくは理解できないと思いまして。佐賀江博士、それでも話は聞いておきたいな。大丈夫かい ?SCP-532-JP-1-1 わかりました。手短にお話ししましょう。SCP-532-JP-1-1 君は私たちの心であり、翻訳不能、アクスラリウシー、そしてすべてのそれあり健やかな母。君はその後テレアレルガンドラリを沈め、その木図から私たちを作り出しました。そしてガンドラリの中心、みなそこの天球に石塔を作りすべてのみなそこの民に大いなる進化。とこしえに続く太陽を約束しました。私たちは君に聞き身の作る世界を支え育てるという役割を誇りにして生きてきました。
サガエ博士、君はあなたたちの主導者ということでいいのかな？ SCP-532JP、1、1、はい、簡単に言うならそういうことになるのでしょう。実際はもっと複雑ですが、君の目的は私たち皆そこの民と、翻訳すか、ラッペンディオラス、のクオンの共存。いがみ合うことのない悠久の平和。実際、とこしえに続く太陽を約束したとき、私たちは手を取り合いました。どこまでも澄んだ目のような希望を持って、種を越えてこのとこしえに続く太陽を守ろうと。サガエ博士、取り合いましたってことは、うまくいかなかったということかな。SCP-532JP、1、1。SCP-532JP、1、1が椅子から立ち上がる音、ラッペンディオラスは、あの由々しき敬老の民は、我が君を罵倒した。多くの老砲があいつらに虐げられ恥ずかしめられた。私と老砲は満足とかしたやからを倒すために横波して戦いました。何人も死んだ。私の友人も、道を記してくれた先輩も、厳しかった上官も。ああ、しかし、今やラッペンディオラスどもは私たちの大いなるガンボラギオリを暗くさせ不臭立ちごめる死の水へと変えてしまった。君はお嘆きになって、ああ、ムサカルさんよ、ご加護を。SCP-532JP、1、1がすすり泣く音。サガエ博士、これ以上インタビューを行うと SCP-532JP、1、1が爆発する恐れがあります。一時インタビューを中断します。SCP-532JP、1、1、神よ、神よ、あいつらに魔法、我らからの報復を。サガエ博士による考察、SCP-532JP-1 は何らかの国家体系を有していたのではないか。また、上に立つ君、ラッペンディオラス。この2社間で何か外交的な不具合があったのではないだろうか。しかしその国家はどこに存在する？平行世界か？デリケートなオブジェクトである分慎重に調査を行う必要はあるが。今後も SCP-532JP-1 へのインタビューを行い、その社会体系と所在を知る必要があるのではないだろうか。奴らは紳士的ではあるが、SCP-532JP-1、1が報復を望んでいることを思うと少し不安なところがある。ホイ1、2003年07月13日、青森県の湖で SCP-532JP-1 軍が出現しました。複数の SCP-532JP-1 は手を繋いだ状態で岸に上陸し15分ほど彷徨った末、付近の道路で爆発を起こしました。この爆発の威力はトリニトロトルエン、KG 分に相当し、結果として複数の負傷者を出しました。この SCP-532JP-1 は事故の意思で爆発したと思われます。財団は、不発弾の爆発、としてこの事件を隠蔽しました。この事件の同時刻、収容施設内の SCP-532JP-1 がおよそ30秒間高周波の音声を発しました。以下はその音声を解析、翻訳したものです。ああ、なぜですか君、そして同胞よ。なぜ殺した？他の者は我らを傷つけることはしない友好の民だ。ラッペンディオラスのように語詞があり肌に毛がなくとも中身はまるで違う。君よ、あなたの総合森欲濁の末に染められてしまったのですか？あなたが求めたとこしえの対応はもうないのですか？君よ、あなたは私が貸し付いた頃のあなたではなくなってしまったのですね。一つの大いなるガムボラギの木図には戻れないのですか？ああ、あんなにお慕い申し上げていたのに。君、どうか、目を覚ましてください。あまねく慈悲を持って全てを白者の隣人として受け入れましょう。さすれば我らは再び皆そこの天球のもとに一つになれるのです。全てを皆そこに、どうか、